あ、俺もなんか白飯と、白飯と出てくんの。うん、やべ、おかずが欲しいですか。はい、やくもと。え、おかず欲しいですか。おかず欲しい。あれ、あ、さすがマンス。え、今日、一番最初ハンニャと藤森慎吾で、片詰めて合流しました、ピックアップします、誰が来たら嬉しいですかってなった時に誰って言いました。俺、慎吾ちゃんスター関根さん。わかりました、お呼びしてます。スター関根です、お願いします。私をプレゼントしようと思う。ちょっとそれじゃあ早速スター日常スタート。スターこの前デザイナーの友達にこんな質問をされたんだ。なあスター、その素敵なスーツは一体どこで買ってるんだ。僕も欲しいんだ。だから俺はこうやって教えてやった。すまない、これは売り物じゃないんだ。初めはただの青いスーツだったんだけど、俺が着てるうちに勝手に花が咲いたんだ。みんな同じ気持ちだから。君は一人じゃない。スターディッシュを第2幕スタート。スター、この前休みの日に船に乗ってホエールウォッチングに出かけた。スポットに着くと早速クジラが1頭、大きな姿に感動したよ。そのまま見てると2頭3頭と現れて、気が付くと俺の船の周りは数十頭のクジラの群れに囲まれていた。そこで俺ははっと気が付いた。これはホエールウォッチングじゃない、クジラによる俺ウォッチングなんだ。もしかしたら俺生まれてくる時代間違いだろう。ここはいいじゃん。10年経ったけどまだ思ってる。面白いよ。俺のことを苦手だっていう人もいるかもしれない。でもね、一回好きになってみよう。嫌いにはいつだってなれんだから。それじゃあ今日はここまで。もしもう一度俺に会いたくなったら、夏ひまわりが咲く方向にひたすら歩いてみてくれ。そこにきっと俺はいる。だってひまわりは俺の方を向いて咲くんだから。おー、カモン、いい加減しろ。君の時間をくれないか。いや嬉しいね、めちゃくちゃ。
知らなかった。R1 で。R1 のネタじゃない。あんなユッティみたいなスタイルで。スタートの前。スタートの前。言うね。一緒に来るぞ。おー。すげえ。すげえ。マジで久しぶり。すげえ。マジでありがとう。うわ、すごいわ。今何やってんの？医療機器の営業かな、病院に。すごいわ。確かなんか実家の畳屋さんがどう思うのさ。ああ、でも兄貴が継いでるから。お、畳屋じゃなくて障子屋な。うん、いやね。障子屋だよ。あの日曜日の障子屋。うまい。これはやばい。最悪やん。すげえ。どうしてどうなの？これ肉の個室ってなるかな。どうしてたんだけどな。もう酔っ払ってんの。なんかデカについてる。じゃあ、関根、乾杯だけ。はい。お久しぶりです。はい。いいよ、関根で。そうね。はい、じゃあ、久々に会えて嬉しいんで。はい。ごめん、ちょっとスターの方が用意してたけど、全くこっちで会う。皆さんのご健康とご多幸をお祈りして、乾杯！うわー、スターだったら何ですか？映画ロッキーシリーズぐらい長い絆をつないでいこう。え、関根が何で、どういうの？ヘリコプター。スターじゃん！スターじゃん！絶対来るなんて。ヘリコプター。仕上がってんな。いいの、営業でその髪型いいの。これはまだ大丈夫じゃない？見つくのはひどくない？いやいや、自転車も変だって。営業じゃないから。いいって言われますよ。清潔感があって。いや俺でもね、関根が R1 で出てるのさ、うん、あ、なんか R1 のなんか事務局みたいなのやつ見たときに、俺めちゃくちゃびっくりしたけど、めちゃくちゃ興奮したんだよね。でもツイッターでなんかその R1 公式が写真撮って、あの、あげたから、そしたらサスケがすぐ気づいてさ、LINE 来てさ、もう本当、ツイッターが出た5分後ぐらいに LINE 来て、本人って言って、で、そのまま実際、スターで出てた、そう、もうさっきの感じでやったんだけど、で、本人って来たから、で、実際出たのも、まあちょっとその病院に入ってるから、その先生とかの関係で、元芸人って知ってるから、出ないみたいな感じで、まあちょっと出るって形になって、で、なんかちょっと仕事の都合で出ることになったんだってサスケに LINE したら、いや、仕事で、R1 出るの芸人だけだからね。それはそうだよ。確かにね。確かに。ちょっと大事なとこ感じ。そうなんだよね。緊張したもんね。厳しい。なんか緊張した。そうで、俺もすげえとなったけど、結局1回戦で怒ってるんだよ。そう、ダメなんだ。それを見てない。15年以上取ったの。そこなのかな。いや、前の試合ぐらい。10年ぐらい。なんで前アマチュアなのか。なんで前で設定なってからか。でもああそう、10年未満になったけど、でも俺も多分8年か9年でやってるから、そこを抜けば一応大丈夫なはずっていうことで。みたいなこと。うん。多分そうじゃない。で、関根が本当に落ちたかさ、落ちてないか俺確かめてみ。え？関根、喧嘩好き。その次好きなの飯。どんだけワンパクなんだよ。ああ、落ちてないよ。落ちた。落ちてる。落ちてる。落ちてる。押してないよ。マジでやめてよかった。押してないよ。マジで芸人でよかった。全然落ちてない。本当やめてよかった。カラオケまで行きますけど。カラオケで。カラオケで。カラオケで。セキュリティカラオケ行きましょう。近いな。I am a barbecue. I'm a barbecue. やったんじゃない？何やったの？え、どこいたの？どこいたの？トイレ、トイレ、トイレ来たの？トイレ行ったんだって。何が？
そんなわけ無理だね。悔しいなぁ。動画してるよ、動画。生で見たいよ。ということで、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。よっしゃ。まあね、まあもうもろもろもう見ていただければ分かるんで、ありますけれども、本当にこういう感じで集まるっていうのはなか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 のレアでございます。すごく楽しい会になりました。慎吾が言ってました、もうこれカメラいらないんで年一でやりましょう。ね、はい、ぐらいっていう感じで、なんか、我々一生の願いまだ1個だけ残ってるんで。うわ、そうか、俺ら負けたんだから、ボーリングで。いいよ、どうだ、なんで最後に、それはちょっと使っていただかないと。みんなで話し合った結果、またみんなで絶対来ようね。イエーイ。慎吾のために、慎吾のためにって言うのはあれです、ヒーター俺らのためですわ、うん、俺らがね、山に欲しいっていうその結果のために慎吾の元に訪ねてね、まあいろいろあって、慎吾も一生懸命してくれてやりましょうってことで、この楽しい会を繰り広げられました、はい、マジでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またやりましょう。やりましょう。ということで東海練習場に来て最高、写真撮ろうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとう。それでは10期のみんなのご多幸とご健康を祈り申し上げまして、一本で締めさせていただきます。はい、お手本を一尺よー。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。